タイパーとか俺、俺いたや、俺、見ろしみたいな感じでたまたまラップスターの募集があったんでこれケーキにやってみようみたいな <laughs> 初めてのリリック書いたのがラップスターのマジ <laughs> でそれでなんかもう周りのチームメイトにめっちゃ稽古罵倒されたりみたいなしてでもう無理だと思って毎日ずっと。 朝行く電車もそうですし、授業終わって部活行く前とかもうずっとお腹痛くて、えー、出るもんないのに払いたいみたいな。頑張って、普通に自分の曲出しただけなん。ですよの <laughs> なのになんかシャドーマンされて、<laughs> あっと待って、俺な何したんだよみたいな感じで。はい、ということで。 今回のゴールドンマッシュパーキャストのゲストは東京世界ですお願いします。東京世界です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> めっちゃ緊張する。緊張するだ。いや、ね、全然緊張しなくて笑って、もう <laughs> 全然あもうここはあのまあインタビューみたいな感じにしてるんですけど、<laughs> 全然普通に会話というか、東京世界来るどんな人なの <laughs> っていうのを聞きたいなっていうぐらいなんで、どうした感じずに。いやこの環境がちょっと慣れなさすぎて。うん <laughs> ままあ頑張りますす <laughs> いやいけるいけるる <laughs> そうっすねじゃあまあまあ普通にまああのラップスターやっぱ見てる方が多いと思って、はいっね、でやっぱもうラップスターかましてたよね <laughs> もう一発目から超かましてたとか俺取り払ったって <laughs> いやガチでいや、まあ、そう言っていただくとは思わなくて自分はあれやった時に<ー>なんかほんとに、まあ、なんていうんですかね流行りの感じでもないしなんかラッパーラッパーっぽくもないしなんか 選ばれたけどどうせなんかネタ枠みたいな感じで言われて<ー>なんかそのネットミームみたいになんだろうなっていうのが自分のその想定だったんで<ー> <laughs> <laughs> そうなんかこんなすごいめっちゃかっこよかったよみたいに言ってくれるとは本当思ってなかったんでマジでなんかあんままだ整理ついてないって感じですえそうですね、はい、えでもラップスターは今までは他の とかも応募したあ、もうめっちゃ結構今回で3回目とかだったっすね結構よ一番最初のなんか自分が応募したのが2020年のラップスターに自分が応募したんですけどその時が自分がほんとにそれを機会にラップ始めたみたいなあそういうことだからずっと念願って感じっすねへえあラップスターに応募したいからラップ始めてみたってこと そのラップ始めようって思った時にたまたまラップスターの募集があったんでそれであじゃあこれケーキにやってみようみたいな感じで初めてのリリック書いたのがラップスターのマジすごくねおおで3年目3回目の4年目っすねなんか1回応募できなくてあそういうことそうっすね3度目の正直3度目の正直な感じでいやサイファーまあそのサイファーのさまあ驚ー音が 応募動画サイファーの歌詞とかもちょっともらってるんですけどまあ一発目からすごいっすよねちょっといいっすかこれ一旦昭和歌謡がブローまあここでいいよねえ待ってんて読んだっけこの人知恵子賠償あそうですね知恵子賠償でしこるうんすごいっすね読めない漢字が多いんだってマジで全然大丈夫これなんて読んでしたかあそれ渥美清憧れ一人川辺歩きスモークそうっすね はいはいはい、<laughs> 名前がネームドロップがラッパーとかじゃないっていう <laughs>、うん、まあそうっすねなんかやっぱ自分がその音楽に何、うん、か影響を受けたものとしてヒップホップと、はい、あと昭和歌謡っていうのが二つが主にあって、はい、でそれでまあなんだ自分はそのヒップホップというよりは昭和歌謡んかまあうん,、うん、なんだろうベース的な広めというか大きかったかまあ本当のベースヒップホップなんですけどそっからなんか。うんうん 昭和歌謡とか聞き始めたみたみいな感じで<ー>で、それでなんかまあ昭和歌謡がめっちゃ好きだからもう押し出しなんか自己紹介をしてくださいみたいなまあそ,う、ね、そういうあれなんでじゃあ昭和歌謡みたいな昭和歌謡合わせたやつをやってるよみたいな感じで言うためにどうしようかってなってなんかまあ「ブローとかヒップホップ、はい、かなと思って昭<か> <laughs> 和歌謡が「ブローで作ってなんかその。 渥美清さんとか、うん、その倍賞千恵子さんっていうのが「うん、その男はつらいよ」っていう昭和昭<ー>和のすごい名作映画それになんか一時期めっちゃ食らった時があってそれがめっちゃよくて<ー>まあそれも根底にあるしじゃちょっとここの名前出したらおもろいかなと思って <laughs> 結構なんか適当に何だろうラッパーの方々ってまあリアルとかまあなんか。 かっこよくその等身大で語るみたいなのあると思うんですけど、うん、結構一番適当に作ってしまう,というものがあって <laughs> なんかそのしなんかチエコ・バイショウさんチエコ・バイショウさんだけどバイショウチエコさんはめっちゃ好きでまあ、性癖というかもうすごいもう自分はとても好きな女性像で <laughs> <ん>でそれを伝えるためにはやっぱそのなんか。 何がいいかなと思って次に五感的にまぁシコルがちょうどいいかなと思って <laughs> でそこは相応手とかでシコスクの感じ入れたらちょっとおもろいかなと思ったっていうのが <laughs> あれですね自分のあそこヒはヒ <laughs> はというか <laughs> ああそういうことだってシコったことはないですかさすがにシコれないというか<笑><笑> <laughs> いやまぁなんかああいう感じ好きっすけどまあさすがにっていう感じでちょっとフェイクとか言われちゃうかもしれないですけど<笑><笑>でもああいう女性は本当に好きですうんなるほどねああいは,はいはいはいそういうことかそうっす、ね、えー、なるほどねで、清志さんはもう結構憧れてそうっすね、厚見清志さんはなんかまあ役柄で結構なんかどうしようもね男みたいな感じで、うんえー、もう昭和のもう暴れん坊でもうお金も稼がないし、はい、ずっとなんか なんで適当なことし定食に就かず全国なんか歩き回ってるみたいな感じのでもなんかなぜか愛されるみたいなそういうなんか人物像でなんか結構本当にまあ、今で令和の時代で言ったら結構最悪な性格をしてるんですけどそれでもなんか切りがたいししかもなんかもう自分がめっちゃ好きなのはもうモテないんですよとにかくその夏海教師が。でもめっちゃモテななくてなんか 50作ぐらいあるんですけど全部は見れてないんですけど、まあ、ほとんど全部振られなんかヒロインみたいなのが1作で出てくるんですけど全部振られるんですよ、えー、ほとんど。でそれでなんか強がりというかうん、うん、なんか自分の気持ちをなんかわざと出さないでななんか、んていうんですか強がって自分の気持ちを言わないでうん、うん、なんさ<ー>るものを拒まずみたいな。んは,は,、はい、は好きで、もううしょうがなないけど、なんか言うの 好きだからもっとここにいてくれとか言うのダサいからなんか言わないみたいなそういう我慢の美学みたいな感じがなんか情けないけどいやかっけえなと思ってあの感じ一人で抱えてる感じとかも強がりなどうしようもない感じとかはめっちゃ自分はなんか好きっすねえーなるほどですねいいっすねいいっすねトラウマいっぱいの過去洗い流すソングこれはまああれっすて、ね、普通に まあトラウマっていうかまあいろんな嫌な経験とか人生まあ皆さんあると思うんですけどうん、うん、そういう過去とかも全部ヒップホップとか、うん、昭和歌謡とかそういう音楽に何ん、うん、か辛い時でもまあ洗い流されたというかまあ、うん、忘れさせ癒されたみたいなのがあったんでうん、うん、そういう感じっす、ね、曲で洗い流すみたいななるほどねそういうことか、はい、これがお守り辛いメモリーすべて書き消そうそうっす、ね、悲しくて悲しくてこれはとてもかりかやりきれない <laughs> はい これはそうすなんかまあこのビートその昭和歌謡のルーツっていうのをまあ出そうって思った時にサンプリングするのがめっちゃまあ何て言うんだろうまあ、自分の伝わるかなって思ってでもなんかこのビートにはちょっと合わないかと思ったんですけどうん、うん、なんかなんて言うんですかねそのキーというかメロディーの感じがなんかうん、うん、あれこれなんかいけるんじゃねと思って。はいはいはい なんか自分はその悲しくて悲しくてやりきれないっていうその60年代の本当に日本の名フォークソングがあるんですけどそれをずっと聴いててなんていうんですかねなんかすごいすっげえ辛い時とかもそういうの聴いて、うん、まあ癒されてたっていうのもあってしかもなんかこれに自分はその今回のラップスターのやつはなんか悲しみとか、うん、もう全然努力が報われない気持ちとか。うん そなんかストレスっていうのを全部吐き出したいっていうのがあってなんかキーとも合ってるしなんか内容とも合ってて合ってるからあこれいけんじゃねえと思ってやったらまあうまくいったなっていう気持ちよかったよな俺めっちゃ好きだったっすマジっすかめっちゃよかったなんかコメントでこれ恥ずかしくて見れないみたいなあったんすけどなあよかったすごいなそいつ 誰だお前やばい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  <laughs> 俺だから言ってるからね <laughs> 大丈夫大丈夫 <laughs> そっかそっかえ、<laughs> hey, trapped in my base trapped in a maze 昔の君のせいさ僕を見てくれない君を後悔するための音楽これはこれはなんかそうっすねまあ結構人生で、うん、まあみ自分を見てくれないことが、うん まあ多くて,なんていうんですかね注目されないであったりもともと結構もともとっていうか取り柄も何もなくてなんか自分本当に昔からなんで俺を見てくれないんだみたいな感じが多くてこれはなんかそのまあ音楽を始めたきっかけ結構いろいろあるんですけどなんかこれもうきっかけというかよし始めようってなったスイッチみたいな時があって。 はいはい、なんかすごい大学生のほんと最初の頃はめっちゃ好きだった女の子がいたんですけどその女の子に何かその告白して一応付き合ったんですけど、うん、でももう,もう数秒ぐらいでなんか他に好きな人ができちゃったからみたいな感じで振られちゃってでもそれでなんかもう。 全員嫌いだみたいになっちゃって「いや俺見ろし」みたいな感じで始めたのがもうそのなんかなんていうんですかフラス陰キャのフラストレーションみたいなのでここまで来たって感じで <laughs> いそうそういうそうですね。 え、付き合ってあるどんぐらきつけてたんですか2週間とかっすね、えー、2>, 2週間もなかったかもしれないですしかももう童貞も童貞だったんで<ー>もうなんかそういうことできずなんかそのちゃんと男としてのアプローチとかもなんかできずみたいな感じで<ー>ちょっとまあそうですねそ,<う>それがあったからまあ今がある結果おらへんっていうかな <laughs> まあまあまあいけ、ね、ですね <laughs> えどこの大学ですか うわちょっと言う言わなくてもいい結構頭いいのいや普通ぐらいですね都内都内ですねまあでも法政大学あ法政大学いあ行ってもいいんだあもう大学いいかなそっかそっかでも結構頭いいじゃないですか法政いやまあちょっと結構努力しててまあ一緒ねそうですねなんか結構なんか馬鹿にされることがあるそのなんか学歴が中みたいな ま直接的ではないですけど <laughs> 世間的にネットで言われたりとかしててまあ、でも結構なんですか自分はそんな高校も頭に良くないとこだったんであそこか,か,から逆になんか一般事件で大学行くやつがほぼいないみたいな感じで<ー>そこからなんかめっちゃ頑張って入ったとこなんでめっちゃプライドにプライドいうか誇りに思ったんです。 え、昭和歌謡を聴き始めたタイミングって何だったんですかはああこれもあれなんですけどそのさっき言った女の子のはい、はい、が通じてくるんですけどはい、はい、そのなんかその子のなんか、話してた時に、うん、なんか、名前がなんかサザンオールスターズがその子の親がめっちゃ好きでで、そのサザンオールスターズのいろんな曲名であったりそのなんか、まあ、サザンの かなまあ曲名であったりそのサザンっていうバンドから。 なんか取った名前をなんか私に付けたみたいな話をしててその時は「えサザン、はい、なんだそれ」みたいな <laughs> 当時ヒップホップめっちゃ好きだったから <laughs> あ,あ、そううだったなんかもうヒップホップしか,かったみたいな感じだったんで「<laughs> なんか <laughs> えみたいな感じだったんですけど <laughs> そのその奥に振られちゃってからなんか、はい、とふつそれを思い出してはははいはい、はいでそれでなんかサザンちょっと聞いたらなん,かなんだこれめっちゃいいやんみたいになって <laughs> で、そっから。 もう昭和歌謡とか昭和ポップスみたいのにめっちゃ聞いたそういう感じだった、はい、まあそれ女の子じゃんほぼじゃあもう,うでかいところはいやまあそうっすね、えーえー、結構音楽をバチッとやろうと思ったらそこは大きいっすねへ、はい、えー、なるほどっすねえ昔はどんなヒップホップ聴いてたんですか昔はなんか最初は一番 最初がなんか高校生ラップ選手権ど、ああ、そうわかる、そうかる、そうわかる。あれをなんか高一ぐらいの時になんかすごい仲いい友達にがなんかその三十分のなんか余分な切り抜き動画みたいなとお前は家に帰ってこれを見ろって言われて <laughs> <laughs> なんだこれと思ったんですけど見たらなんだこれこのかっこいいのみたいになって <laughs>、えー、でそっからもうまあ最初はもうめっちゃバトル見て い教室の隅でその友達とフリースタイルめっちゃなんかもう本当にクソみたいなクオリティだったと思うんですけどやってそっから日本語ラップは当時はやっぱバッドホップさんとかめっちゃ聞いてたっすけどビ i m さんとかパンピーさんとかズマさんとかああいう人たちを聞いてましたよ結構ライブとかやってた いやい<つ>自分ライブ一回見、まあ、いほとんど行ったことなくてそのアーティストのライブにほいほいまずなんか人がいるとこが嫌いなんいかめちゃくちゃ嫌で、うん、しかもなんか嫉妬するしそんな,あ、まあ、なこの表舞台で立ってる人たちにここにいる人たちがみんな熱狂してるみたいな、うん、嫉妬するしわざわざ金払ってなんでそんなところに行かなくちゃいけないかと思って。<笑><笑> <laughs> だからライブは行ってないっす、ねえー、ずっと一人でもう聴いてたみたいな音源聴いてみたいな、はい、そういう感じだったっすねそうっす、ねえー、曲を作り始めたタイミングがもうラップスターのタイムそうっすねほんとにはいそっから自分でも書き始めてみたいなそうっすねうーんなるほどっすねへえおもろいな <laughs> なるほどなるほど次がまあここは多分2回つながってるねやってるんですけどここがねここがいいよな同じ人間なのに 50m 俺は 8m <laughs> <laughs> でこれ多分、だろう、なんか自分がその何もできないなんかよく歌詞とかで「何もできない俺は取り柄も何もない」みたいなだから俺には音楽しかねえ、みたいな人たちいると思うんですけどそれをどうやったらなんか自分の風に書き換えられるかなって思った時になんかすごい才能すごい才能、 ってていううもものがもうほんと昔からなくてうん、うん、自分でも自覚してるし周りからも結構そういうの言われて「うんうん、何何できるのお前」みたいなこと言われてたのが多くて<ー>でそれでなんかそれをどううまく表現したらいいかって思った時にその自分のなんなんかんていうんですかね人とは違うのをもっとなんかコミカルに簡潔に話せればおもろいなって,てなんか思ってその時にまあ 50m 足めっちゃ遅くて <laughs> それはもう本当になんか。 遅すぎてあんま気にしてないんですけどそれで8秒高3で8秒3とかでもありえないんですよあそうなんだ遅いいっすねみんな6秒台とかなんでそなんでそれ出したらまあ自分も出せるかなと思ってそれそう書いてますなるほどね練習した結構いや結構練習しましたライブとかもしたことないしそっか歌声を なんてもう意味わかんないって初めての状況だった <laughs> あんま,かまカラオケとかも歌うのが好きじゃなくてほぼ歌ったことないんですよ人もマジでだからもうやばかったんで一っち練習しましたそうなんだ、はい、すごいねよくやったねそ,で <laughs> そうっすねねえマジ,あれはう、まあ、マジよかったっすね <laughs> <laughs> そうなんですね <laughs> <laughs> で危ないって感じです <laughs> そうかそうか同じ人間なのに170円もいたし人間もないなね <laughs> これはもうずっとなんかまあちっちゃい頃からちっちゃかったんでちび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 言われまし言われててでなんか小学1年生とか1 3 6センチとかででそっからまあまだまだまあまあって感じなんですけどそっから中学に入ったら結構成長期とかくるじゃないですかでもそれでも来なくて148とかで中3の時に結構低いねやばいっすよ多分膝ぐらいはうれゃないですよ <laughs> そうなだからその時にからもうほんとコンプレックスひどくて <laughs> <ー>今まで俺よりちっちゃかったやつがもうめっちゃでっかくなって <laughs>、はいはい、そうだよねその、うん、時 50m が9秒台とかで <laughs> あ<ー> <laughs> それで <laughs> まあそっからずっとコンプレックスあって伸びたけどある程度は伸びたけど 166m。 しかないくて、うん、でまあそれはまあコンプレックスっていうかまあ普通にさっき言った 50m みたいな、うん、その運動能力もないしなんか身長もないっていうのを、うん、がまあずっとコンプレックスだったんでだからそれをそのなんかネットメニめっちゃ好きなんでネットの文化とか交 <laughs> えてやったらまあおもろいかな。るほどね <laughs>、はい あ、そうっすね、タヌカロさんタヌカロさんタヌカナさんっすゲー、ゲー、プロゲー、まあかなんかいスポーツの人っすねほうなんかすごい発言をしてて一二年前になんでさいや、170以下人権ないみたいなえ女の人そうす、その人は結構身長高いんすはいはいはい で言われてわ多分全その1 7 0ンチ以下の男性は結構食らってました。焼き男子ってまんま高いから平均ぐらいじゃないそうだね、数に。半分ぐらいそこまでいってないから。いや、でも結構コンプレックスある人は。そうだよね。え、運動とかしなかったのずっとしてたんですよ、みんな。あ、そうなんだ。何してたの 小学1年生から中学校3年生までずっと剣道をやってて、はいはい、あ剣道だね剣道しててうん、うん、そこからさ高校3年間バレーボールをててあバレーボールしてたのはい、ほいほいほいう、ね、でもほんと運動には12年間とかやってたっすけど、はい、まあいい思い出はマジで一個もないっすねなん <laughs> やっぱチビだしチビって結構なんですか 運動神経いい人多いんですよ。あ、まあ、なんか細かい動き,きとかね。はい,はい、はい。それがないちびなんで、本当に何もないんですよ。<laughs> だから、運動というフィールド上では、もう何の役にも立たないみたいなやつだったんで。<laughs> ちょっと運動には全然いい思いではないです。<laughs> あ、そうなんだ。<laughs> え、よくやってたら、でも、それでもなって十四日間で、<laughs> で俺もやってないよ、そんな。あ、本当です。やってない。中学校で終わったわ。いや、でも、やめれないっていうのがありましたよ。なんか。自分の中で。<ー>は,いは,いはい、はい、はい。いや、でも。剣道は結構割と。 まあ自分もやりたいっていうのあったんですけどはい、はい、バレエは結構嫌いで最初なんか <laughs> 配給ってことですかあもちろんもちろん。ろん配球にめっちゃ憧れてなるほどっすねこれかっけえと思ってしかも身長が低い人たちが なんかすごいバンバンやってるみたいな文化文化というかストーリーでう,ん、うん、うわこれ俺もやるんじゃないかみたいな感じやったら <laughs> そのもんのみやれなくて <laughs> もう案の定やれなくて <laughs> 最初の <laughs> 1か月で結構もう,<ー>もう全然違うじゃんみたいな言ってること <laughs> <laughs> 聞いてた話と違うみたいな感じになったんですけどそれはまあ最初は結構楽しかったんですけど <laughs> うん、うん、なんかまあなんていうんですかね自分が試合に出る ようになってから、うん、その人数も少なかったんで、はい、まあ自動的になんか試合に出るみたいな感じでリベロっていうポジションやってたんですけど全然ボール取れなくてうん、うん、でそれでなんかもう周りのチームメイトにめっちゃ結構言われて<ら>もうなんか結構罵倒されたりみたいなしてでもやめたくてやめたくてしょうがなかったんでもう無理だと思って学校行くのも本当に。 もう憂鬱すぎて毎日ずっと朝行く電車もそうですしうん、うん、その授業終わって部活行く前とか、うん、もうずっとお腹痛くて、えー、出るもんないのに払いたいみたいな感じで嫌、えー、で,いやでも,うもう俺は嫌だと思って辞めようと思って顧問の先生にもうちょっと、はいうん、その時は結構そのなんていうんですかね自分がもう全然できないから辞めるっていうのはなんかプライド的にあれだったんではい、はい、んちょっと大学受験を。 なんか、力入れたいからやめたいって2年生の冬ぐらいに言ったんですけどいやなんかその当時の顧問の先生が自分のクラスの副担任の先生でいやでもなんか私が勉強面をいっぱい支えるから。 なんかやめないでほしいってすごい泣かれてうわーそんなことやれたらもうやめれないじゃんみたいになってもう泣く泣く続けましたねもう死ぬかと思いました、ね、<laughs> すごいね<笑><笑>よく続けたよねい<や> <laughs> 絶対俺すぐやめちゃうそれ <laughs> だったらマジでずっともうなんか、うん、なんていうんですかね自分でももうやめれないっていうかプライドというか感じでずっとやってましたねはいはいはいすごいね剣道は得意だったら結構いや全然ですねあ全然なんだ本当になんかなんていうんですかね まあ得意っていうか結構何事もなんですけどなんかトリッキーな技でしか勝てないくてなんか勝てないっていうかでなんか最初普通のオーソドックスの技みたいなやつがまあみんな基本的に使うんですけどいかになんか、うん。 面とかがいいかかみたななでん強さとかって結構決まるんですけどなんか自分はもうそれが無理で基本能力もないし素早さとか力も高さもないからどうすればいいかなって思った時になんかすごい古速ななんかトリッキーな技が結構あってそれあんま教わんないんですよ普通の練習では。それなんか先生がやってんの見てこれいけんじゃねみたいななってなんか引き なんか、ですか引き技っていうのがあって剣道って何かこう2人がこうなってバンってぶつかった時にこうつばぜり合いっていうこう何ていうんですかああこういう感じだですね、あれいう時があってそっからなんか引き道みたいなやつが技があるんですけど道をなんか引きながら打つみたいなそれ,そうですそれ,それを。 それだと思わせてみたいなやつが<ー>なんかまあ普通では主流なんですけどはい、はい、小学生の時とかあんまやってる人いなくて、えー、なんかもうそれ覚えたらまあめっちゃ無双みたいな <laughs> <laughs> でそうなんかそれはめっちゃその時超一番慣らしかったっすね <laughs> もうこれボンボンンみたいな <laughs> それでやってたっすけどまあ中学からもう,通用もう自分がそれしか使わないみたいになって <laughs> もう通用しなゃていいな,くゃなかった <laughs> もうなんかそっから全然勝てなかったっすね そうだね、いろいろ試し合いしてねそうですねだからほんとに全部このラップも音楽もそうですけど変なやつをずっとやってますねタッキーな気持ち悪い技とかスタイルですずっといやでもそれがいいんじゃないだって違い出さないといけないんでねまだそうことやっても意味ないしねそうっすねうんうんね、そういう感じに今勝ち上がってきたとそうですね一応一応ね <laughs> なるほどですねおもろいおおそっかそっかそっか <laughs> 次はあれだ同じ人間なのにあいつはバズり俺はシャドウパンああこれですねうん、うん、んまあこれはまあ結構なんていうんですかねまあ周りにいるかいた人とかいうより あの自分の何て言うんですかねサークル入ってたサークルの、はい、なんか先輩あんま直接的に関わりはなかったんですけど、うん、先輩でなんか結構その音楽とかやってる方がいてはい、はい、その方がすごいなんか TikTok というかまあ 普通の音楽で結構バズるみたいな感じになって、てそれでみんなサークル内でその人すごいみたいな感じになってて。いや、俺負けねえしみたいな感じで、当時まあ、こってたし。でも、そういうスタンスや、やってたっていうか、まあ、心持ちようではやってたんですけど。まあ、なんか、そういう人バズるのに、なんか、俺は。なんか頑張って、普通に自分の曲出してただけなんですよ。なのに、シャドウマンされて。あ、と待って、俺、な、何したんだよ、みたいな感じで。もう、あん時がきつかった。 ほんとに意味わかんねえしみたいな自分の曲だし頼まれてたんだんか父出してるとかならなんかまあもうそれはもうしょうがないじゃないですか危ないコンテンツ俺ただ曲出しただけやんとそういうのがありますねそれそれを思いまくってますかその先輩もラップみたいにしたいや音楽の普通にそうっすね歌ったりとかそうっすねへえなるほどね <laughs> お風呂で、で、鳥類や。<laughs> なるほどね。同じ人間なのに今だラップスターからメール来ないはい。うん。これはもうなんか多分あの小井蓮総蓮総さんがなんかその二、うん、年前とかのラップスターでそのラップスターからメール来てるみたいな。 リッ LINE があってなんか「はずる」みたいな当時思っててでも自分はもうそんななんかメールなんて来たことないしもう3回もまあ3回というかまあ2回落ちてるしまあ全然落ちてない方だと思うんですけどまあ全然報われてない俺メール来てねみたいな意味でそうっすねなるほどねそれで入れたっていうそうっすねずるみたいな思ってましたまあるよね出したらね いいねいいね。いいねめっちゃストレート出してるのがいいよね <laughs> <laughs> 同じ。同じ人間なのにできた格差を埋めるためにやる。そうっす、ね。うん、やっぱなんかその人間ってやっぱび、まあ、平等も、まあ、わかんないですけどその生まれた時からやっぱ能力とか選べないじゃないですか。そ,うん、そのまあ能力値もそうですし、うん、環境とか。うんうん、でそれでなんかファンって生まれた時になんかもうすでに。 運次第で格差がついちゃってる、ね、みたいな感じが、うんうん、まあ、結構、まあ、普通だと思うんですよ。それがめっちゃ腹立って、<laughs> なんか今までもそうだし、なんで俺だけこんな身長ちっちゃいのとか、なんで俺だけなんかこんな、なんか。 まめっちゃ小食なんですけど全然ご飯も食べれなくて <laughs> あん、ま、なんかご飯も食べれないし、はい、身長ちちっちゃいシャもそうし、うん、でもなんかみんなすごい身長高いのにご飯食べて女の子とめっちゃ遊んでるみたいな <laughs> しかもラッパーとかも <laughs> まあ音楽とかもなんかめっちゃすごい ピックアップされたり才能あったり、うんうん、なんでなんか俺だけみたいな感じでうん、うん、でも、まあ、それをできた格差を、うん、まあ今回で埋めてやるんだみたいな気持ちいいですねで書いたってことですね、はい、なるほどっすね俺はウサギに負けるカメ、はい、何やってもダメトライナー勝てるまでディック以外な目のクソみたい、はい <laughs> <laughs> それぐらいいやー最高やね <laughs> いやー最高やねワードチョイスがうん <laughs> これもうなんかなんですかね結構ウサギとカメってあるじゃないですか、うん、あ、ね、あれはなんかまあ普通のストーリーだとはいまあ 才能ああるサがまボっっちゃって、うん、そのなんか努力ずっと努力してる亀に最終的には負けるみたいなお話だと思うんですけど自分はそのどんなに頑張ってもそのサボってるやつにすら勝てないっていうのがもうずっとそうでだからうさぎと亀とかめっちゃ大っ嫌いでその <laughs> お前うそじゃんみたいな思ってたんで <laughs> それでそうっすね <laughs> うさぎに負ける亀っ,っていう。だから、ね、何ややっっっててももそうっすね本当にやってもんなんか結構 まあ、なんていうんですかね、努力はしてきたと思っててうん、うん、なんかいろんなことをなんか一つのことをやって努力したのにダメで諦めたならうん、うん、なんかまだ頑張れるというかう、ね、まだ違う可能性があるみたいな、うん、でもなんかいろんなものを試して全部ダメだからいろんなものを試してみようと思ってスポーツも剣道もちょっとダメだったからバレエやろうみたいな感じでバレエも駄目だったし。 バレーもダメで次はもうめっちゃ勉強して俺をバカにしたやつらを学歴で倒そうみたいな感じで自分なりには志望のとこ行けたすけどそこはそこでもうめっちゃすげえやつらいるし自分より全然頭いいしかっこいいし就活とかそういう系もめっちゃ強いしすごいいいとことか行ってるしみたいな感じでいろんな音楽もですし。 あとなんか自分 CG デザイナーに一時期なりたくて CG デザイナーそうですね。なんかゲームの世界ワールド作ったりとかはははいはいはい、はいなんかそういうグラフィックアートみたいのを作ったりとかそういうのもやりたかったんですけど、はい、でなんか1年間大学休学して専門学校行ってみたったってあ,あそういうことだったんだ <laughs> そうなんですそれでもなんかほんとんていうんですかねなんか自分が入学し,たんして それから一緒に入学した一緒のタイミングで入学した人はもうなんか就職先決まってるのに自分はもう初歩的なステージでまだつまずいてるみたいな感じでもうなんかそれもやっぱま自分の努力が足りなかったのかもしれないですけどま自分なりにはめっちゃ頑張ってでもこれだけあって駄目で,で音楽も頑張って。 まあ一応4年ぐらいやったけどうん、うん、まあほとんど誰にも見てくれないしうん、うん、って感じでもうほんと何やってもだめみたいな感じだったっすね当時は、ね、そうですねまあだけどまあそれだけやってもだめならもうなんか勝つまでもうやるしかないなっていう気持ちす、ねうん、はいはいはい <laughs> なるほどっすねそっか ちゃいなかつまでディック以外にないでくそみたいな。<laughs> そうですね。<laughs> もうなんかまあ結構その自分は <laughs> なんていうんですかねまあモテないまあ勝分と言いますかモテないまあ人生と言いますか <laughs> まあ彼女とかいるすいたりまあ今もいるんですけどあ,あそうなんですね。そのなんかやっぱまあ結構自分を 受け入れてくれる人とかって結構まあ、うん、わ少数というかそういう人たちも変わってないと、まあ、結構自分を受け入れてくれないみたいな、うん、普通の人には絶対な,なんだこいつ肝みたいに思われる人種なんですね、うん、でそれでまあなんかまあとりあえずまあモテないし、うん、なんかそういうなん,なんていうんですかねワンナイトとか,、うん、なんかクラブ行って持ち帰りみたいなそんなのもんまず じゃあ俺とはもう真逆の世界で、そういうやつを恨んで今まで生きている <laughs> <laughs>。でもでそれでなんかでもそれでも <laughs> なんかもうすごく、うん、まあ別に結構これはなんかお,お前のいいとこだよって割と言われるんですけど、うん、なんかまあ結構人と割と仲良くできる、ね、そうだよね。そうですね。なんか。 上の人も下の人も同い年とかも結構仲良くできるんですけどはい、はい、その分やっぱその舐められるんですよめっちゃなんかすぐかああなるほどねそうですめっちゃ年下からもめっちゃ舐められてるそれはいいんですけどなんか仲良くなれるからでもなんかそういうのはまあ本当にもうずっとちっちゃい頃からずっと今まで変わらなくてはいはい、はい、そっかそうですねなめかねえリック以外舐められてるって感じっ <laughs> <laughs> ずっと一緒 <laughs> なんでこれだけ舐められないのみたいな <laughs> 一本だけそ。そりそっくりね。<laughs> おもろいな。なるほどね。<laughs> そっかそっか。<laughs> 日陰物が磨いたもので、いつかなるようなりもの、何者。そうっすね。うん、やっぱ本当に。日陰物が、まあ。なんまあ、日もずっと日の当たらない。人生だったんで。うん、まあ、そういうやつが。うん まあずっとまあ磨いたって言っていいのかわかんないですけどほんとに陰でずっとまあほとんど友達とかにも音楽やってるよとか言ってなくて周りとかほとんどの人に言ってなくてもう恥ずいしばかにされるのはもうなんか迷惑だからでもずっと黙り続けてそのなんか日陰でやってたものがなんかそれがまあ報われていつかなんかになったらいいなみたいな感じですね<笑><笑>なるほどですね。 これは頻尿で貧乏が日の目浴びるよ。そうっすねこれ, <laughs> これ自分はすごい頻尿でなんか昔なんかストレス性の頻尿みたいになっちゃっていいいちっちゃい頃にでそれでそっからなんか大学生の時もストレス性の頻尿みたいになっちゃってでそれなんか病院行ったんですけどなんか。 それはなんて言うんだろう君が我慢しないからだよみたいに言われてなんか暴行ってなんか我慢しないとめっちゃちっちゃくなってくるしくてそういうことそうっすねなんか2時間に1回で最低だみたいな最低それまで我慢しろみたいなそれもなんかま結構行きづらいっすどこ行っても気にしないといけないそっかトイレ行きたいからねそうなんですよえどんだけどんなけらいの頻度で押し込む今は今は結構収まった方だと思うんですけど 平均8回って言われててその普通の,人普通の人はね1日だ自分はもうピーク時2030回から20回,ら20回やばくないっつってそんな人れてたのそうなんですよなんかほんとにすぐ溜まっちゃう<ー>みすぐ溜まっちゃうっていうか、はい、なんかほんとにやばいみたいな感じ、はい、であんま出ないんですけど<ー>それでなんか、まあ、これも結構そのな、まあ なんの、何も、なんもないみたいな、感じの、エッセンスっすねはい、はい。っすね、うーん、ーなるほどね。でも、ストレスって結構やばそうじゃない、それ、大丈夫の。それ、それ、ストレス性の貧乳って、結構やばいんじゃないいや、そうっすね。うん、なんか、まあ。なんか、その。それのきっかけが、なんか。はいはい、当時。お母さんの。に、めっちゃ、なんか。甘えてて。はい、甘えててっていうか、なんか、おっぱいを、なんか。飲んでて、小学校、うん。 上がるぐらいいまで結構長ねなんか甘えん坊みたいな感じでそれでずっとなんか甘やかされてたんですけど多分母親がそれを結構なんかやばいなって思ったのかなんかもうダメみたいな結構冷たいまあそれはしょうがないんですけど自分が悪いんで冷たくされてそれでなんかそっからなんかストレス性の頻尿になっちゃってちゃんとなんかめっちゃでっかい病院行ってみたいなそうなんだやば今でも覚えてますね病院行く 時のなんか怖くてなんか <laughs> そうだよね <laughs> そうっすね<あー> <laughs> そんなこと<ー> <laughs> それが最初にきっかけだったんだそうっす、えー、それが本当に貧尿の始まり貧乳の始まりえ大学生の時は何だったのそのストレスは <laughs> いやでも結構そのまあ将来のこととかまあいろいろまあしょそうっすね将来どうしようみたいな感じで迷、うん、まあいろいろ考えてて <laughs> って感じで もうずっとトイレ行って夜とか寝る前は絶対4回ぐらい行かないといけないマジでなんかもうルールできちゃってははいいじゃないと寝れないだろうお前みたいなのがあってあそれでずっと頻尿でしたねマジか今まあまあ落ち着いたそうですねああよかったですねはいリビールボード見てるそしてとてもやりきれない人生をチェンジそうっす んか、まあ、やっぱその「貧乳で」で、まあ、貧乏って言っても何て言うんで、うん、すかね、まあ、自分はそんなに貧乏、まあ、家庭的には貧乏っていうかうん、うん、なんか不自由したこともなくて自分的には。だけどうん、うん、本当に、まあ、具体的な数字,と数字というかどんくらいとか言えないですけど結構ギリッギリのラインで。うん もももうおお父さんもお母さんんん母頑張ってやってててやくれてなんか自分たちのなんか娯楽みたいなのには使わないでもう全部ま特に母親が自分に全ベッドみたいな感じでやってくれててでもそれでもぎまあ結構そのまあギリギリというか自分もそんなにま,あ,まあ,あんま気にしてなかったんですけど大学とか行ったらやっぱまあじ 裕福というかそうなんて特にそうか、ね、<laughs> そうです、ね、基本レベルがめちゃくちゃ高いみたいなもう普通に友達一人社長の息子とかな、まあ、探せばいると思うんですけどうん、うん、みんな結構標準的にめっちゃすごいやつらみたいな感じでそういう人たちにいっぱい出会ってきてうん、うん、なんかまあそういう環境も貧尿でそういうまあ環境のやつが、うん、まあ最終的にビルボード入ったら面白くねみたいなそういう意気込み。うんうん、でやっぱ最後はその 自分のもう全部の気持ち今までの本当に悲しくて、うん、もう本当に悲しくてまあ活路も乱せなくてうん、うん、もうやりきれないそういう人生をもう変えてやろうっていう気持ち込思いました。なるほどですね。<laughs> いやすごいよねなんかめちゃくちゃなんかこのんこ <laughs> 結構時間かかったですかいやそん,そんなっすねなんか本当にあんま考えないでパ、はい、ッパって結構。<laughs> なんかかっこよく書いたりすると割と時間かかると思うんですけど<ー>な,んかなんかワードを五感とか気持ちよくとかいろいろ考えたら時間かかるんですけどでも自分はもうそのまま入れちゃったんで言葉というか。う そんななにっすねはははいはい、はいなんかめっちゃまとまっとるっていうかさ <laughs> そう,っす、ね、そうちゃんとさこう「土地を点結」がしっかりしてて <laughs>、うん、パートもおもろいことは、ね、<laughs> 入ってるしみたいな,うっす,なすげえなーと思って就活をなんか2回やってて自分が1回普通に4年生の時やったんですけどそ,それがちょっとうまくいかなくて。はい まあこれじゃないなと思ってそのさっき言った CG のやつ行ったんすけどそれもあれダメでもう一回就活やってみたいなのがあって結構就活ってその自分のこととかなんか就活は今までやったやってきたこととかそのあなたはどういう人ですかみたいなのをなんか聞かれることが多かったんで結構ま自分のことよく知ってたからこう書いた方が自分伝わるなみたいな感じだったんで。 へーそ,ね、それがうまくいったっすうまくいったってこう喫したっていうか、うん、そうね,そう,すねそうだよね、まあ、フットステージとかも行ってキャンプとかも行ってるわけですからそうですねねどうでしたフットステージは俺まだ見てないんですけど、はい、フットステージはどう,でしたどうだったですかいやーなんか、まあ、終始取り,つ、まあ、取り繕ってたというか初めてのカメラだったんで <あー S 2> めっちゃ緊張してて <laughs> なんかもうこれもう今は結構もうなんか。 オープンにいろいろしゃ言葉とかももうなんか適当にばーっと喋ってるっすけど、結構言葉数選んでるたから、うーん割となんかまあなんですかね、クリアにき、はい、綺麗に、うん、まあなんかまとまってるっすけど、うん、ちょっとなんか格好つけたあんま自分出し切れてないかなっていうのは、うーんまあ、そうっすね感じっす、ね。あ、そうなんだ。はい。楽曲は？いや楽曲はもうなんか全部自分を出したっすね。うもうなんか。 多分な何言ってんだろうこいつみたいな感じだと思うんですけどなんかずっと叫んでるだけみたいな感じで結構そのキャンキャン声高いんですけど自分で何か本当にチワワみたいな感じな曲だと思いますもうずっと叫,叫んでるというかわわわ言ってるみたいな心の本当にもやもやした感情とかもうムカつくこととかそういうの全部なんかさらけ出したみたいな曲でしたなるほどすね。 えーすごいなでキャンプも行ってますからね <laughs> そうですね<え>ありがたいことにいやすごいよねどうだったですかキャンプ二十四時間とかでしょそうですね曲作れないもんねそうっすねーうんうんうんいやーでも本当に最初から不安だったのは曲云々よりもやっぱり人間関係 <laughs> かも自分のコミュニケーション能力がそんなないわけじゃないんですけどああないわけじゃないねてか<っ>あると思うけどね <laughs> あるですああ全然結構その初対面の人になんだこいつみたいな思われることが多いんでほん、はい、そう今までもそうだったんですよ、はい、なんでなんかあいけるかななんかしかも 畑が違うというか今まで育ってきて、ね、環境というかコミ,ュニティがコミュニティが違いすぎたから、はいはいはい。なんかうわマジで怖えと思って本当に当日までうわどうしようと思って、<laughs> しかも <laughs> なんか <laughs> その最初集合場所ばって集合場所行って、はい、なんかもうもうできてるんですよコミュニティみたいな。あもうすでにねこうもうクリックもできてるんそうなんグループがね。で、うん。 なんかうわ俺、もうここまじいねよと思ってなんかスタッフの人がなんかあ、用事ない方はもうバス行っててくださいみたいなって言われたんでもうなんかここにいない人入ってんのかなと思って、うん、あもう怖いからもう行こうと思ってバス乗ったっっうんですよしたらもう俺一人しかいなくて <laughs> ま<だ> <laughs> やばいと思ってしかも俺もうこっからなんか出れないし <laughs> でも,もうなんか俺以外の7人外にいるしみたいなその俺、俺こう見てるんですよずっと7人を。うわ俺どうしようわ だと思ってもう帰れなかったですね。あれ <laughs> 本当にあいきつかったな。<laughs> そうだったんだ。よく頑張ったなって。よく頑張ったなって。そ,そっからね。<laughs> そうっすね。最初の入りね。それ結構確かに緊張するな、まあ。おー失敗というか。お失敗一番最初から失敗したから。 <laughs> え、どうだったんですか仲良くなれたいやでも結構しゃ仲良くなれたと思いますけどほんと、うん、になんかめっちゃいい人しかいないかったというか何ていう、はい、ん,んですかねまあ基本的になんか明るい人とかすごいかっこいい人とか背高い人とかうん、うん、まあ普通に嫌う。 なんですよ普通に普通になんかその人が嫌いというかそういう部類に属してるから嫌いみたいな感じで嫌っててって感じなんですけどなんかそんな自分最初は結構そういう感じだったんですよあんま喋れないしだけど普通に喋ったらもうめっちゃいい人でこんなにみんないい人ばっかなんだっていう。 いだってもうはずみたいな今までの自分のこの醜さというわあって思ってでもめっちゃいい人だしみんなすごい面白い人だしなんか何より不思議なパワーというか普通の人にはないなんかパッションというかすっごい優しいパワーみたいなははいいはいみんなあってすごい謙虚だしすいません急に来た。 ごめいまさい,い<や>しだからそういうすごいなんていうんですかね、うん、もう良かったっすねなんか、うん、ああいう人がいっぱいいる空間で初めてだったから、うん、すげえ楽しかったっすね、うん、<応>およかったね <laughs> えビートとかは <laughs> 選ぶ時結構何のビートだったんだっけはあれっすかシャルルさんに聞い 聞ちょっといや聞いてないですあ聞いてないですかデッドから聞いたわ何でああそうですね。じゃあいいいいっすかいやもうたぶん終わったとかでそう出てるそですね。自分はそのダブルクラッパーさん。ええちょっと待って。えあれ新しいビート入ってたことあそうっす。ああ、そこは聞いてなかった俺。あ。 そうなんですねあ、あそそううななんんだれれ追追加加でビートがさたすよ。そうだそっか。そう、俺らまだ見てないっていうかこれまだフットステージじゃなくてキャンプ終わってるけど撮影時点ではまだキャンプが放送されてないから俺もそこまで裏側あんま分かってないんで。だからそのなんか新しい人のビートみたいなのがあってそれでなんか結構何個かビート提示されて結構ドリルの強めでめっちゃかっこいい。 ビートでなんかそのなんか結構なんか自分っぽいなっていうのもあったんですよなんかそのちょっと気持ち悪い感じのビートとかこれ出したらおもろいなって思ったんですけどなんかマジで幕張行きてえと思ってマジラップスターになりてえと思ってなんかまあかっけえもうかっけえ曲かっけえビートがいいと思ってあれがなんかまあかっこいいあんまたぶん自分がかっこいい系の歌って。 曲作ったことないっすけど、うんうん、ちょっと違う姿を見せられるかなってって、はいはいはい。そのダブルクラッパーさんのやつ選ぶです。それ相手とか関係なくとりあえずビートで選んだ感じ。いやでも、ね、結構相手もそのデッドストックく、うんが、はい、そのなんかなんですか自分デッドストックくんをってわけじゃないっすけど、うんうん、ああいう陽気で優しくて、うんうん、なんかみんなと仲良くなれるみたいな人がすごい。うんはいはい 嫌といいうか嫌いだったんでデ <laughs> ッドストック自体はめっちゃ好きっす <laughs> それはもう弁解させてほしいんですけどめっちゃ好きなんですけどああいう感じの人は嫌いというか、はい、なんでそのなんか自分の身も入るかなと思ってバトルだからねしかもなんかキャンプまで行ったら何を言っていいのか分かんないし、はいまあ、そうだよねねそこまで行くとだから身が入るし今までの,そのスタイルっていうのはプレーさせないようにああいうすごいもう本当にいい人 いい人みたいなのを、みたいな人方を選ばせていただいて。ああ、そうなんだ。いや、もう、すごい言い方です。めっちゃ好きです。そこは本当に。そういう人が、そういう概念がちょっと嫌い。だそういうことですね。ここ大事です。ここ大事だ。ここ大事。ここ大事。気をつけます。そうね。陽キャみたいなのがちょっと苦手みたいなことよね。はい。はい。はい。なるほどですね。で、今入ってしバトルだったからっていうのも。そうっすね。 納得ででききるものはできましたかそうっすね結構自分のなんかいろんな葛藤であったり <laughs> うん、うん、なんかすてまああんまなんていうんですかねあんま自分がしないスタイルの、うん、なんかラップというか音楽をしたかなって感じっすねいいっすね <laughs> いいっすね <laughs> なるほどっすね今ちょっと戻りたいんですけどまあまあ昭和歌謡とか話したと思うんですけど昭和歌謡とかまあ俺もあんまわかんないシティポップとかだったらちょっとわかるぐらいなんですけどなんかおすすめの昭和歌謡だったりとかってありますそうっすねちょっと全然見てますってもちろんもちろんちょっと絶対聞かれるなと思ってちょっとだけリストアップしてきたんですなんかもうお多すぎてなんか結構まあそうよねしかもなんか プレイリストの作り方自分めっちゃバカで気に入ったやつを自分のその Spotify のプレイリストにずっと入れてたんですけどだけ2000曲ぐらいになっちゃってもう探せないんですよだから流れてきた時にかメモるみたいな感じなんでちょっとその中でも自分が熱いなっていそのがちゃんとリストあります その西田さんっていう俳優で結構有名な方なんですけど昔は結構歌手とかもやってたりしてもうこの人はマージでえぐいくて本当にでも結構自分の音楽まあ何ていうんですか直接的じゃないけどエッセンスみたいな感じですっげーいいこのグルーブ感もそうですし声のリバーブ感の優しさとかあとなんか。 この人も結構モテない男みたいなのっててめっちゃいいっていうのがあります一、ねえーはい、人目ね、はい、あとはこれなんかまあ昭和歌謡っていうわけじゃわけじゃないのかわかんないですけどはい、はい、なんか伊藤司っていうアイドルなのかな、はい、なんか多分そういう感じの女性がいて、はい、松田聖子のりなまあそうっ、ね、そっち系のあれ一人でやっ,やってるけどねそうすねでも多分そんなに有名じゃない,いなあそうなんだ この人が、なんかんっっにぶっ刺さって、えー、なんかあんまめっちゃ歌うまいってわけじゃないんですけどはい、はい、なんかそのあどけなさ声のあどけなさとかがもうなんかめっちゃリ,リアルというかすごくいいしなんかその悲しいことを結構歌ってるし悲しい曲調とかもう なんか相まってなんかサットラップみたいなリルピープみたいな感じでめっちゃ好きだよねリルーピープまさかここに出てるか好きっていうのもあるっすねあとは結構いるっすけどいやむずいななんかあとこれも女性で秋元夏実さんっていう秋元さん方がいてなんかこの人はな結構シティポップ寄りなんですけど なんか、サウンドがめちちゃゃく新しいんんですなかま自分からしたら新しいっていうか、今ではあんまみ今でも見ないというか、なんか、有名どころじゃあんま聞かないようななんか感じで、なんか、ま雰囲気は違うかもしれないですけど、なんか、ダフトパンクみたいななんか感じの曲があって、なんだこれはみたいな、結構、いい意味でめっちゃ気持ち悪いみたいな、あすねそういう、マジでおすすめです。ね っ最後に、はしゃいんですけど。この人、なんか。加藤和彦っていう人がいるんですけど。はい、この人は結構多分古め、まあ昭和。歌謡ぐらいの人なんですけど。はいはい、なんか、漢字が昭和歌謡。まあ、ホークみたいな感じで、うんうん、めっちゃお洒落で。聞きやすいんで、この人は、まあ、普通におすすめです。<laughs> 以上。この四つね。<laughs> この四つね。<laughs> そうで、ね、皆さんにね。 CG の CG のチェックアウトって感じですね <laughs> なるほどっすねチェキダイアウト <laughs> なるほどねえなんか CG とかゲームとか話したけどそういうのも結構好きなんですか、はい、ゲームだっとかそうっすねなんか自分がめっちゃゲームが好きだったってわけじゃないんですけど,ど、うん、でもまあなんだろうなその動物の森とか、はい、あのがなんかそういう戦う系が無理なんですよモンスター,ーハンターとか苦手ってことそうなんですよモ、ね、トいイすとかああいうなんか、はい 競争系が自分マジでで苦手でなんでそのああいう動物の森とかもう本当にゆっくり一人で世界観楽しめるみたいなゲームをずっとやっててしかもそれもなんかお金稼いだりなんかミッションみたいなのをクリアしたりとかじゃなくずっとただ街歩いてるみたいな感じをしてたなんか幼少期だったんでそういうなんか ゲームの世界を作りたいなって思って、はい、CG をやってたっていうのもありますしはい、はい、あとはそのなんいんですか長井宏さんっていう、はい、なんか昭和の本当に有名なジャケ写とかで結構有名な方がいるんですけどんかその人が何て言うんですかね背景海の海辺の写真とか、うん、写真というか絵を描いてる。 人なんですけどその人めっちゃ有名で海外とか、はい、あとはなんかローファイヒップホップとかに結構まあ東洋というかそ YouTube で上がってローファイヒップホップに永井宏さんのこう作品が貼ってあってみたいな、はい、それがめっちゃ好きでうん、うん、でそういうなんかそっから永井宏さんのアートワークめっちゃいいなって思ってからなん CG の景色風景の作品とかめっちゃはまってそれでやりたいなって思ってなんか風景画とか。 をめっちゃなんかはまったというかそれがきっかけでしたねじゃあ世界観とかを作りたくてそういう指示をしたってことじゃどっちかっていうとねそうですねはいはいそういう感じなんでえじゃああんまりじゃあスポーツずやってたと思うけど音楽以外は特になんか娯楽というかそうですねでもアニメはまあ普通に結構メジャーなやつとかは見てたりしたっすけどあとお笑いとか結構ああお笑いねはい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  そうっすねが言ってたいやー難しいですけどまあな,なんかまあメインどころのひ、まあ、種類というか、うん、種類どころなんていうんですかねカテゴリー別にいくと、うん、なんか情けないくてなんか学生時代はモテなかったみたいな人の笑いがめっちゃ好きで、うん、<laughs> なんか。 そ分かんないですけどダインさんんんとかかってなそれ結構今来てる人なんですけどメジャーだこれでなんか情けない感じのネタとかあとなんか街の変わり者おじさんみたいなコントとかそういうなんかやばい人の解像度が高い人が好きだったりとかあとあの「バキバキ童貞」とか「あの人めっちゃ好きでん にもラジオもう結構苦しい時とかあの人のラジオに救われてたんでルーツゃルーツお気持ち悪い気持ち悪いのが好きなんだ好きですええいいですねえほんとにそういうこと今逆だって俺 y o u t u b e して役でラジオとかもやってただねそうですねもともと芸人さん2人でやってるんで面白いですねなんかこの 撮影前に、あのー、ジョージ。あ、はい。ジョージを見せて,言ってたけど。はいはい、はいあ。あれとかは。<laughs> はいはい、あれは、その。なんかさ、友達に。うん、なんか、めっちゃジョージさん信者がいて。はいはいはい。なんか、俺、マジ生まれ変わるわみたいな。感じの。<laughs> で、めっちゃ影響受けてる、なんか。そいつから、俺、最近、めっちゃ見てるユーチューバーだよね、みたいなこと。うん、結構、一年以上前に言われて。はい いや、どんなのって言ったらなんかそのお腹筋して筋トレしてコールドシャワーしたら最強の男になれるみたいな、うん、動画があるって言われて <laughs> なんだよそれと思ってそれでなんか自分も TikTok 見たら「<laughs> いやこいつじゃねみたいなのになって <laughs> そっから知って結構その友達感でも結構話題になって「<laughs> まあ、この人めっちゃ面白い」みたいな <laughs> で、なんか何やっしかもなんか何やってる人だかわかんないじゃないですか。<laughs> こいつの人お泣きにしてるだけじゃねえみたいな友達と話題になってめっちゃ面白いみたいになってでもなんかすごいなんかそっからタイに行かれてなんか男磨きチャンネルみたいになってそれめっちゃちょっと見てたりしてしかもそしたらなんかいきなりバズっちゃってうわすごいと思ってしかもその人と同じとこにいるっていうのがもうやばいっすよほんとに。 めちゃくちゃごめんします彼面白いよなホナキンとか楽しみたコールドシャワーとかいや見ました見ましたもうやってみたっすよホナやったっすけど無理っすでも確かにそのホナキンたぶん5日ぐらいその影響でジョージさんの影響でやったんですけど確かにちょっと強くなった感はあったっすめゃコールドシャワーもちょっとシみたいな あったっすねあれは。あ,れあるよねあれで、ね。そうっすね。あれもちょっとやってたん <laughs> やってた。確かに嘘じゃないと思うんです。嘘じゃないと思うん、ね、で。うんう確かにまあなんか気引き締まるし。そうです、ね、そうだよね。確かにあるよね。<laughs> おもろいだ。<laughs> なるほどっすね。え、まあここからまあこのまあちょっと戻るけどラップスターとかまあ出て、まあここからねまあファイナルがどうなるかは結果出てないと思うんですけど、はい、まあこのアーティストとしてなんかこれからなんか自分のアーティストだったりとか。 まあ結構この話してる感じだとやっぱこう何、はい、て言うんですかね単語は難しいですけどまあちょっとその日陰者というか、うん、あんまこの自分たちに自分には取り柄がないような人たちに寄り添える音楽とかを作りたいのかなっていうのなんとなく俺の中で思ったんですけど、はい、自分たち自分の中で作りたい理想の音楽だったりとかーアーティスト像とかってあったりするんですか 僕たちみたいな人種はうん、うん、まあ嫉妬が多いというかその楽しんでる人たち陽キャとか明るい人たちを見て、うん、うわっみたいなその自分はなんかこんなできない,はい、はい、みたいな感じな感情になって一転してうわっまあ何て言うんですかねそのなんか逆に見下すみたいな <laughs> 逆に車に構えるみたいな人たちが多くて <laughs>、うん、結構自分はまあそれで<ー>それがそんな結構ヒップホップ をいいてかからとうヒップホップを聴いてなんかまあこいつらにはまあヒップホップって結構そのまあジャンルは違うかもしれないですけど弱き者のなんかその見方みたいなあると思うんでそのなんかしかもめっちゃかっこいいし、うん、まあ俺これいうめっちゃかっこいい音楽聞いていけ、うん、てる音楽聴いてるけど、うん、お前らはまあ,まあちょっと流行りの j p o p みたいな感じで「ださ、うん、ダサ!」みたいな感じで <laughs> そのおしゃに構えてたんではい、はい、なんかそれからまあ ま、丸くはなったっすけど<ー>ま、そっから今があるんで、うん、なんかそのま、お守りずっとそのヒップホップがお守りではあったんですね<ー>そなんかそういう結構きつい時にま、耐えられたというかうん、うん、これがあるから俺はまだ死んでないみたいな感じで思えるようなうん、うん、まあなんかかっこいいというかまあ居場所、うん、逃げ場になるような音楽をま、作っていきたいなとは思ってますね。 いい,っすね、<laughs> いいっすね。なんかそういうもね <laughs> ヒップホップだからね、本当に、なんかまあちょっと言ってたんですけど、やっぱこう、まあ社会的弱者じゃないですけど、ね、まあアメリカとかでもね、こういう黒人の人たちがそういう音楽を作って、自分たちの社会的地位を上げてきたみたいな音楽であるから、うんうん、まあ日本でね、一人一人ヒップホップってその、これがヒップホップだっていうのは、俺はないと思ってるから、うん、でもこう、なんていうんだろう、自分たちの声があまり聞かれないような人たちの音楽であったらいいなっていうのはすごい思うから、なんかそういう意味では、なんか、あそれも確かにヒップホップの人だかだなって。うんうん 思ったですね。ありがとうございます。<laughs> リリースとかは控えてるんですか？いやそうですね。まあ、もうちょいしたらまあまだ途中なんですけど、うん、まあシングルとか EP とかもこっからガンガン出していきたいなと思いますし、うん、まあ MV とかもちょっと交互期待ってい感じですおーおーいいね。いやでも MV とかは、うん、そうなんか仲間がいっぱいいて、はい、うみたいな感じじゃないんで。はい、ああまあまあ <laughs> <laughs> それは申し訳ないですけどいやいやか全員がそれやりそうだから <laughs>、まあね、やっぱチーム友達みたいな全員おもろくないじゃないですか <laughs> そうす、ね、逆にそうだからまあね東京世界らしいこう世界観みたいなそうっすねをやっていきたいな楽しみよな本当 <laughs> っすねいいっすね あっという間に1時間ぐらい経ったんですけどいやいいいややあっとう間でいですねやもなんかすごい東京世界っていう人間をすごい知れた気がしたしなんかめっちゃおもろいかなって思ったんでいやでもちょっとさらけ出しすぎましたいやいやいや怖いっすこれいろいろ怖いっすなんか友達とかから見られんのマジ嫌ですどうか伸びないでくれって感じですどうか伸びないでくれやばいだろどうかびないですし <laughs> いいやい <laughs> いいや <laughs> いや、こっからね、いやなんかこっからなんかこうね新しいこういうなんかいろんなね小歌歌謡とかをミックスした音楽とか結構少ないと思うからヒップホップでさんあんま聞いたことないんでそうっすねめっちゃ楽しみだなって個人的にこっからそうっすねあんまないような感じを自分なりの音楽をやりたいなとは思ってますねえっ、うん、すねえっいいすね 東京自分のインスタグラムとあとまあと X、はい、といったところを見ていただければずっとあんま更新しないんですよまああんまストーリーとか自分したことないし想像とかもしたことない普通の生活でもなん,なんでちょっとつまんないかもしれないですけどちょっとお願いします <laughs> いやぜひぜひね東京世界のリリースだったりとかこれからの動きをみんな見ていただけたらなと思いますので。はい ぜひぜひフォローしていただけたらと思います。お願いします。と、はいうことでまた次回のエピソードでお会いしましょう。peace。アドゥ。アドゥシャ。アド